開封始めます。今回はこのリラックマです。リラックマの、今ですね、ローソンがやってるあのシール集めるやつですね。シール集めて30枚でこのリラックママグがもらえますと。今回ね、珍しい、今回からの試みなのか、10枚集めるとこのプリペイドカード応募できるんですよ。20枚でこのエスプレッソカプチーノメーカー。もうすでに1個もらってるんですけど、1、2、3、4、5、6、7枚溜まってます。で、こうシール貼ると、裏がね、封書になるようになってるんで、送れると。この形式は初めて見ました。前はお皿だったんですよね。お皿ってやっぱちょっと揃えないと嫌なんで、集めなかったんですけど、今回はマグなので。うちのマグってあと、結構欠けたりしてるんで、息子のお手伝いの結果とかでですね。まあ、それはともかく。リラックマと。あ、そうそう。目玉焼きが今回、なんか、目玉焼きトーストを食べてます。うまうまです。一口、あ、また黄色い鳥がもらえてないですね。黄色い鳥。この子は芸達者というか、洗濯も掃除もしてくれるし。使用上の注意。あ、なんかいろいろ書いてます。非売品と一応、非売品。まあそう、くれる時に店員さんが、ひびとかないか確認するんで、もうすでに開いてるっちゃ開いてるんですけど、開けていきます。はい、まあ、キューです。あむーと。この目玉焼きは作るのは難しそうですね。リラックマ。黄色い鳥が、鶏に。ああ、ハニートーストにしてるんですかね、これはね。蜂蜜と目玉焼き合うんでしょうか。裏は、花です。花と口が乗ってます。何グラムかな？結構重ためですね。まあ、ひびも欠けもありません。今回はこう卵をイメージしたみたいですね。シールを集めればもらえるやつなんで、もしよかったら集めてみてください。今回はローソンでやってるリラックマのマグカップでした。